ここは、イタリアのオートバイメーカー、ジレラから発売されている全2輪、5一輪のトライクである。2007年に、ピアジオ MP3 を上回る 500cc の排気量として、ミラノショーにて発表される。リアホイールも14インチと格段に大きい。2007年後半に、日本でも 500IE が発売される。日本では普通自動車。 中型自動車免許で乗ることができ、維持費が普通の二輪車と同等という特性を持ち、注目を浴びていたが、原付を含む二輪車経験のないものによる、転倒、他車や障害物との衝突による重傷や、死亡事故が問題となってきたために2009年9月1日より、道路交通法施行規則の一部改正により左右の間隔が 460mm 未満であるなどの、 一定の構造を有するトライクは特定二輪車とみなされる。しかし当車両は左右の間隔がそれ以上のために現在でもトライク扱いである。操作性には一般的なオートバイとはだいぶ異なる。ハンドル右手側にスライドスイッチがあって、このスイッチを操作することによって前輪の傾きをロックすることができる。 つまり装備されたセンタースタンドを使わなくても信号待ちなどで自立する。走行中にロックされると危ないのでアクセルオフエンジン回転数 2000rpm 以下時速時速 20km 以下の条件が整うとメーター部中央のイエローランプが点滅する。このランプが点滅している間は前述のスイッチを使ってロックすることが可能。少し運転に慣れてきたら 信号で止まる際に足をつけずに停車。青信号でスロットルを開いて自然に発進することができるようになる。タイヤの交換タイミングは約8000キロ。国内ではグッドイヤーやピレリの商品が手に入れやすい。前輪はボルトを外すだけで簡単に交換作業を進めることができるが、後輪はアクセスが悪く手間がかかる。また前輪をロックし自立した状態で、 押し歩きなどをしているときに点灯させやすく、またがっての走行中より、駐輪場で押し歩くときに気をつける必要がある。警告、規定の相とキー、シレラフおこが、その前に書かれている規定の相とキー、フおこを上書きしています。ありがとうございます。